ロンドンでの11月11日の戦没者追悼記念式典。11時までにセのタフに女王が喧嘩し、11時にはビッグベンが鐘を鳴らして、黙祷を開始。2分後に情報によって、黙祷は終わる赤いリメンブランスポピーと白いポピーの増加2008年の路線バスフランスの戦没者追悼記念日に、フランスのヤグルマギクを身につけている様子リメンブランス、で、 または、リメンバランスデーは、1918年11月11日の第一次世界大戦終結を記念して、イギリス国王ジョージ五世によって定められた記念日。当初は、終戦一周年の1919 19年11月9日に、慰霊式典が取り行われたが、後に、1918年11月11日11時に、 第一次世界大戦の戦闘が終結したことから11月11日に改められた。イギリス連邦諸国では毎年この日に戦没者追悼行事が行われている。戦没者追悼記念日、戦没者記念日、英霊記念日、休戦記念日等と日本語訳されることがある。この日は従軍したカナダの詩人ジョン・マクレーの詩、フランダースののにから、 赤いひなげしの花が戦没者の象徴とされ、そこからポピーデーとも呼ばれる。退役軍人、戦没者福祉団体ロイヤルブリティッシュリージョンへの募金者には、その返礼に増加のエリ賞が渡され、それを身につける慣例がある。バスなどの装飾にも使用される。また、平和主義者は同じ日に白いポピーをリメンブランスポピーの代わりか、もしくは一緒に身につけている。 この日には、イギリスと共に連合国として第一次世界大戦に参戦し、勝利したフランスや敗戦国のドイツでも同様の式典が行われる。しかし、イギリスと同様に連合国として参戦し勝利した日本やイタリアでは、記念日として扱われていない。アメリカでは休戦記念日としてではなく、戦時あるいは平時に兵役に服した。 存命中の退役軍人を称えるベテランズデーとして祝日となっている。ありがとうございます。